こんにちは。放送大学人間と文化コースの大橋理恵です。2020年の春先から新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るってきました。この動画を作成したのは2020年5月末、日本では4月7日に出された緊急事態宣言が一度延長された後に解除され始めているというタイミングです。緊急事態宣言が解除されてもウイルスそのものが消えでなくなるわけではありません。 そのような状況のもとで、私たち一人一人が、きちんと学術的な裏付けのある知識を持つことは、とても重要なことだと思います。また、特定の分野に偏らず、様々な観点から多角的にこの問題を考える必要があると思います。そこで、放送大学の全てのコースの有志の教員から、今私たちが皆様に知っておいていただきたいことをお伝えしたいと考えました。新型コロナウイルス流行の中で、 放送大学教員からのメッセージ、と題した8回シリーズ。毎回の内容はご覧の通りです。言うまでもないことですが、ここで取り上げている内容が、この新型コロナウイルス感染流行に関する諸々の側面を全て網羅できているわけではありません。また、今回お話しした内容が、今後の研究成果によって変わることもあり得ます。 今回この動画を作成するにあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために3密を回避しながらの収録を試み、動画を収録する際にも、それぞれの研究室や自宅などから Web 会議システムを通して遠隔的にしました。打ち合わせもすべて一度も物理的に顔を合わせることなく行いました。その点では、この動画は私たちにとっては画期的なものだと思っています。 ではこれからこのシリーズに登場した教員からそれぞれのメッセージのエッセンスをお届けします。では最初に自然と環境コースの二ナ成オ教授の新型コロナウイルスとはというお話です。二孔です。ここではウイルスの基本的な性質から新型コロナウイルスについて考えます。ウイルスは生きている細胞の中でしか増えることができません。 そのため細胞を利用するための巧妙な仕組みを持っていますこの仕組みには異なるウイルスの間で共通する点がいくつかありますウイルス感染を制御する上で注目したいのはスライドに示した3点になりますどのように体あるいは細胞の中に入るのか入った後どのように増えるのかそして増えた後どのようにして細胞あるいは体から外に出てくるのかという点ですこれら侵入 複製放出はウイルスにとっての生活感つまりライフサイクルにおいても重要な通過点ですよってこのウイルスの生活感を断つことがウイルス感染を抑えることになります手洗いは体への侵入を防ぎますマスクは感染していた場合体からの放出を抑制できますワクチンは体に免疫をつけ細胞に入る前にウイルスを捕まえることができます抗ウイルス剤は 細細胞胞内ででのの複製や細胞からの放出を防ぐことができます、まあ、現在新型コロナウイルスについてはこれらのさまざまな点である程度はできてますけれども不十分な点はたくさんありますができる範囲でいろんなことを行っていきましょうでは次に生活と福祉コースの田代隆教授の「ウイルス感染への対応」というお話です。 生活と福祉コースの田代です。PCR はポリメラーゼチェーンリアクションの略で遺伝子を増幅する方法です。新型コロナウイルスに特有な遺伝子部分を1本から2本、2本から4本と倍々に増幅していき、40サイクルを行い、1兆倍に増幅して検出します。陰性の場合、絶対に感染していないとは、 断言できない点は注意が必要です。集団感染が形成される状況を解析したところ、共通した特徴が見つかりました。それが密閉、密集、密接の3密です。この3密状態を徹底的に避ければ感染する可能性を抑えることができます。感染が収束するためにはワクチンが普及することが必要です。有効なワクチンの 普及にはは1年以上かかると見込まままれれています。そで感染者の早期発見、早期隔離、また患者の早期診断、早期治療が必要です。皆さんができることで何よりも重要なことは感染しない、感染させないことです。ご自身が感染しないよう努力する、3密を避けること、 人との接触を避けることで感染拡大を防ぐ努力をしましょう。では次に心理と教育コースの森つたこ教授の社会的距離を取るということというお話です。こんにちは心理と教育の森です。はい、えー。ウイルス感染の拡大を抑制するため、最近はソーシャルディスタンスと呼ばれる 他者との距離を2メートル程度取る方略というものが叫ばれています。しかし、社会的な動物である人間にとって他者とつながっていたい、あるいは親しい人のそばにいたいという欲求は不可欠なものです。仮にソーシャルディスタンスを取ることが社会的孤立を引き起こした場合、心身の健康に対し高血圧、肥満、運動不足、喫煙に匹敵するほどの危険因子となる可能性があります。そのため、親しい人に対しては 身体的物理的な距離を広く保ちつつも心理的な距離は狭めたままにしておかなければなりません。これまでの慣習では私たちは他者ととの距離を物理的にも縮めることでそのため 2m という距離を親しい人に対しても求めることはとても不自然な行為で慣れるまでには多くの時間を要すると思います。 それまでの間、時には情報機器なども駆使して人とのつながりを守っていく必要があると思います。ウイルスは健康を害しますが、それを予防することばかりに目を奪われていると、社会的な孤立が私たちの心身を蝕む可能性があることを認識しておきましょう。では次に、情報コースの辰巳武雄教授の緊急時だからこそ忘れないでほしい情報の入手と発信の基本というお話です。 情報コースの辰巳です。実はの情報に関して言うと緊急時だからこそっていうよりはまあ平常時も含めて気をつけなければいけないことがあります。こちらをご覧ください。フェイクニュースとインフォデミックっていう言葉がまあ象徴的です。フェイクニュースっていうのは正しくないニュースです。インフォデミックっていうのはまあ昔はあのチェーンメールと言われていましたが、情報の過剰な拡散です。 えー、フェイクニュースはその意図があってですね、例えばこう自分の利益になろうとかですね、あるいはいたずら目的とかですね、そのなんかデータが難しくてよくグラフで読めないとかいう時に起きたりします。インフォデミックの方はですね、私が正しいんだって正義感というかですね、そういったことでいろいろな人に対してこう情報を拡散してしまうんですけども、それに乗ってしまってうっかりとこう悪事の片棒をかずくなんてこともなってしまいます。 えー、レジリエンスの方ですけども、これはあ基本的にその情報をこう普段からどう使っているかですけど、緊急時でも使えるようにするための能力です。ユニバーサルデザインっていうと、まあ、多様な人のための情報デザインの考え方ですね、えー。レジリエンスの方は危機管理として普段バックアップ取ってるとか、ジレンマについてどう考えるですね。ユニバーサルデザインの方はこう資料を再利用できるようにする。そして、えー、視覚聴覚、死体不自由の方とか、外国語話者の人にも通じるようにすると。まあ、こういったことになるわけです。 では次に社会と産業コースの北川幸彦教授の多様な人々が置かれた状況への想像力をというお話です。これまでの様々な社会学の研究からは災害や経済危機などの非常時には社会の中の格差があらわになりやすいということが明らかになっています。特に平常時から生活基盤が相対的に脆弱であった いわゆる社会的弱者の人たちに、そうした災害などのしわ寄せが行きやすいということが指摘されています。今回の新型コロナでも、もともと生活基盤が不安定だった多様な人たちは、特に生活に行き詰まりやすくなっています。一方で、この間国や自治体は、給付金をはじめとして様々な支援策を講じつつありますが、 支援を必要とする人々の多様な状況が必ずしも十分に考慮されているわけではないので、放っておくと必要な人に支援が届かないという可能性があります。こうした状況を放置しておくことは、貧困や格差の拡大を生んで、この社会がさらに不安定で、誰にとっても生きづらいものにしていくことにつながってしまいます。 ですから私たちはこの社会の一員として自分自身に加え特に弱い立場に置かれている様々な人たちの生存の権利人間らしく生きる権利がきちんと保障されるように注目をしていくということが大切です自分とは異なる人たちが置かれた困難の状況について関心を持って知ろうとしてまた想像力を働かせるようにしてみてくださいでは次に 放送大学附属図書館長の近藤重和教授の読書のすすめというお話です読書のすすめというタイトルをつけたのですがお話ししたいのは本を読むことを通して時代を読むということです今から100年前にはスペイン風邪が猛威を振りましたしもっと前の700年前にはヨーロッパをベストが襲いました 中世と現代では条件が異なります。中世の人々は相当な犠牲を払いながら自然治癒を待つしかありませんでしたが、現代の人類はワクチンや特効薬で対処する方法を知っています。方法を知っているのだったら、それをしっかり活かさないといけないのですけれども、今現在その体制がきちんとできているとは言えない状況です。 歴史を振り返って、現代という時代を考えれば、現代の我々に何ができ、何をなすべきかが見えてくるのではないでしょうか。異なる時代における様相と比べてみることによって、私たちの生きている時代の特徴が見えてきます。感染症の歴史について書かれた本はたくさんありますから、それらの読書を通して、 ぜひ、現代という時代を読んでください。では次に、生活と福祉コースの関根の子教授の、運動不足の弊害と運動実施時の注意点というお話です。でですこんにちは、関根の子です。屋外で体を動かす際に気をつけるポイントを4つお話しします。 まず、人混みを避けて一人で行ってください。新型コロナウイルスは体調が悪くなる前の潜伏期に人に感染させてしまう可能性が高いと報告されていますので、外で運動する場合は、なるべくマスクをつけて行ってください。また、他の人との距離は5から10メートルと広めに取るようにしましょう。マスクをつけて運動すると、運動負荷が高くなる場合があります。 体の調子に合わせて運動負荷や運動時間を調節しましょう。これからの季節は体がまだ暑さに慣れていないため熱中症の危険が特に高まります。暑熱順化、つまり徐々に暑さに慣れることと涼しい時を選んで運動し暑い時は無理をしないよう心がけてください。水分補給の際は感染症対策も心がけてください。マスクの表面には触らず、 耳の付近のゴムを掴んでマスクを外しましょう。また、飲み口に触らずに水分を摂取する工夫をしてみてください。新型コロナウイルスも去ることながら、運動不足は今後の健康に大きな影響を与えます。体調をチェックしながら、体を動かす時間を確保するよう心がけてください。では最後に、生活と福祉コースの奈良ゆめ子教授の リスク管理の観点から見たウイルス感染リスクと付き合う生活の姿、まとめに変えてというお話です。新型コロナウイルスと生活については、二つの観点から考えることができます。一つ目は短期的かつ身近に、自らの生活のリスクマネジメントとしてこの問題を考えるということです。 当事者性を保ちつつも少し離れたところから客観的にリスク問題を捉えて解決に向かう手法としてリスクマネジメントという手法があります。で今回の問題についても生活のリスクマネジメントとして捉えてみると例えば手洗いをするとか3密を避けるといったような具体的な対策も含めて自分の生活の中で何をすべきか何ができるかこれを体系的に整理することができます。 そして2つ目にはよりマクロに時間軸も空間軸もより大きくとって人間の生活のレジリエンスとしてこの問題を捉えるという観点があります。でレジリエンスとは危機や逆境に対して柔軟に回復または適応する力のことを言います。私たち人間の生活はこれまでもウイルスとともにあり続けてきました。 そして私たち人間は何度も深刻なパンデミックに遭いながらも生活を社会をしなやかに立て直してきましたでよくウイルス感染対策として不要不急の外出を控えるようにということが言われますねでこの時自分にとっての不要不急とは何かな言い換えれば自分の生活にとって大切なものは何かな そういうこととを見つめ直すきっっっかけになったとおっしゃる方がとてもたくさんんいらっしゃるんですね同様に私たち人間がウイルスと共存したレジリエントな生活そして社会を作るためには何を諦めそして何を守りたいと思うのかこういった観点から新型コロナウイルスの問題を考えることも将来に向けて意味があるというふうに思います。